うわ、おはようございます。どうすかね、結構パーマかけたんですけど、髪型変えてどうすか、似合ってますか。まあそんな話はね、さておいて、今日はねサムシティの日です。いや、めっちゃ楽しみにやったんですけど、僕が高校生とか大学生ぐらいの時にサムシティの動画見てて、めっちゃかっこいいなと思ってて、でまあその舞台にね僕もまあ立てるっていうので、ほんまに楽しみですね今日。でまあ今回はあのイエローコートじゃなくて、まあ予選なんで、あの予選を勝ち抜いて優勝したら、まあ東京のね、あのイエローコートに立てて、まああのほんまに有名な選手とかとも対戦できるっていう感じなんですけど、まあ、サムシティの選手ってほんまにハンドリングがとにかくやばくて、ハンドリングとか技術だけで言ったらプロとかよりももしかしたらあるんじゃないかなと思ってて、まあなんでそういう選手たちとねやるのはほんまに上達につながるし、まあいろいろねあの吸収できるとこ吸収していって、ほんまに成長につなげていきたいなって思うんですけど、あの5人で出場するんですけど、優勝できるようなメンバーね、あの集めてきたんで、ほんまに勝ちに行きたいと思います。じゃあ早速ね、もう時間も迫ってきてるんで朝の準備していきます。はい、じゃあ着替えていきます。いきます。ということで着替え終わりました。じゃあ早速ね準備の方進めていきます。ちょっと時間あるんでストレッチします。あー気持ちいい。はい、じゃあストレッチ終わったんで向かっていきます。よいしょ。ということで向かっていきましょうか、サムシティに。じゃあ早速向かっていきたいと思います。はい、ってことでもうね会場のすぐそばまで来てるんで、ご飯食べていきたいと思います。初めて見に来る人がほとんどだと思います。なので今日皆さんを見てサムシティどういうものかというものを判断します。しょうもないプレーばっかしてたらサムシティしょうもないなくなりますし、ね、バイブス打ち上がればやばいプレー見せてあげれたらサムシティやばいと、そういうイメージになっていきます。なので皆さんには今一度ですね、マインドセットの方をしっかりお願いしたいなと思います。予選から徐々に上げていってもらって、最後エキシビジョンファイナルと最後に最高の盛り上がりがあったら、もうそれだけで僕は成功になりますので、よろしくお願いします。
ホワイト、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 
After all this time, you're gonna be good for me.